ということで、今回のエースチャンネルゲスト、アス言って。はい、ゆいかたんこと菅沢ゆいか選手です。よろしくお願いします。ゆいかたんっていうのはなかなかいないから。ゆいかたんっていうのはアスナぐらい。アスとみーちゃんとかかな。あ、みぞさん、みぞちゃん、その辺。そうそうそう、ほら、師匠に習ってさ、やっぱゆいかたんっていうのは師匠が言ってるから。そこまでね、さすがすぎる。そうで、まあこの辺にして雑談は短雑談。いや、そうやね、時間ないから、振らないから、40分しかないから。そう、ね、40分しかないから、行こう。まあ、ゆいかたんにほんまに真剣な話でいろいろ聞きたいから、まずアジア大会お疲れ様。お疲れ、お疲れ様です。まあ結果は残念やったけど、どうやった、ゆいかたん的には。まあ個人的にっていうか、まあ、チームの最低限の目標として、そのワールドカップ出場権を獲得するっていうのができたのは、まあまず良かったっていうのと、まあでもやっぱり3連覇がかかってるっていう中で優勝したかったっていう気持ちはすごくあるから、まあ、悔しい気持ちはあって、で、まあ、個人的には、まあ、予選の2試合出た時に点取れなくて悔しくて、で決勝トーナメント出た時に、対戦の時に、まあ、4点決めれて、で、まあ、自分的にもこっからだって思ってたけど、まあ、正直なところちょっと怪我で、中国戦は出ることができなくて、まあ、中国戦勝てば、まあ、韓国戦か出れたかなっていう感じだったんだけど、まあ、なんだろうな、やっぱ大会期間中に怪我しちゃったっていうのは自分の、コンディションの管理の不足、管理不足だと思うから、まあ、そういった面でも、まあ、ちょっと反省点っていうかは残る大会だったかなって感じはするかな。すごい、ありがとう。すごいって。こんな感じでいいの？開始じゃないよ。いや、だっていや、もうなんか聞こうと思ってたことまで言ってくれたから。あ、そうなの。ほんま。で、怪我はもう大丈夫？うん、怪我はもう完治して大丈夫。うん、よかったよかった。でもまだ、だって対戦の、何？あの4ゴールはさ、もうユイカらしいっていうかさ。そう、だからまずそれを言おうと俺思ってたんや、今。それをお願いします。ほんま、一試合で4ゴールってすごいよ、ほんま。すごいよ。そうかな。やっぱすごすぎる。だから、その4ゴールについても聞きたいね。だってさ、あの試合ではさ、ミナがさ、もう開始早々に受賞したってさ、それで急遽入ることになったやん。でさ、たぶん、ウォーミングアップもさ、6人できてなかったわけやん。うん。だいたいその、30分ぐらい、前半の30分ぐらいからベンチやったら、ウォーミングアップし始めるやんな。だから、そうだね、もう、すぐ入らなあかんかったからさ、その時のさ、うん、なんていう、体の調整の仕方、試合に入る。とかはさ、うん、どういう感じ、どういう心境っていうかさ、そういうのも聞きたい。で、入ったから。でも正直その試合始まった時にそんなすぐ怪我する選手はいないだろうと思ってたから、正直まあスパイクは入ってたけど靴紐はまだ結んでなくて、まあでも試合前にアップはみんなと一緒にやってるから、なんだろう、その体の準備っていうかそこは全然できてて、ただ急にちょっと準備しててって言われたから急いでスパイクの紐結いで、でもいつでも行けるようにはしてたから、まあ入って実際に体も受けたし、うん、なんかびっくりはしたけど全然体は動けたっていうのがその時の感じかな。それは経験じゃない、やっぱなんかそんな誰でもさ出てさすぐ点取れるかって、そうじゃないですか。やっぱユイカの実力もあってそのさ、あの実力もあって何に経験もあってさ、やっぱ振って開始早々に出ろって言われてもさ、ちょっとふわふわしちゃう人がいるじゃん、多分どこかで何でもしちゃう人はいると思うけどさ、やっぱ2020年の
なでしこリーグの MVP ですから、ゆいかは。ありがとうございます。そういう経験の選手が結果を出すとか、まあ、うちは同い年としてさ、ゆいかはもう、なんでストレートすよぐらいの気持ちで見てたからさ。絶対そこは言えるよね、結果的にはね。ほんま、そうそう、絶対ストそう。だから逆になんかその中国戦うち怪我したって知らなかったから、あんまりそんなに。あなんでそんな点取った選手が出れないんだよってちょっと思っちゃったの。いや、ほんま。だから今回知れてよかったし、多分これを聞いて、うん、そういうことかってなる人も多分いると思う。うん、そうだね。多分ほとんどの人が知らなくて、多分そうだよね。多分メディアとかもね、多分点取った菅沢出せよみたいな載せてたメディアの方もいたと思うから、うんまあ、そういうのがあったんだよっていうのがね、そういうことね、知ってもらえると、うん、よかったよかった。いやそれはありがとう、教えてくれた、うん、うん、ほんま。だって、はい、それチームメイトにも聞かれてんやんか。うんうん、おお、韓国のね。え、なんで菅沢出さへんのみたいな。でそのあ代表の子に言われてんけど、代表から帰ってきて、ゴールしてチームメイトで、うん、だから、いや、だからほんまそれだとか言って言ってたところやって、ほんまに。あ、そうなんだ。いや、普通に出せよなとか言ってチャットでも本当にそれを思ってましたって言ってる。あー、でもよかった、真相が知ってる。あと、ゆうかたんの怪我もよかった。よかった。それでさ、もうさ、ほら、うん、明後日の皇后杯決勝に向けてさ、うん、準備は仕事やんな。そうそうそう。あ、でもごめん待って、その話はちょっと待って、ちょっとまだ、早い早い。ごめんごめんごめん、自分で振っちゃってるから。そう、自分で振っちゃってんけど、ごめん、アジア大会についてまだ聞かない。ごめん、ゆいかこんな感じだからね、うちらはね。オッケーオッケー。そうそう、でも、もっとフランクな感じで、うん、全然、うん、え、で、はい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 、その、はい、アジア大会でこう対戦してというか、まあ対戦してでもいいし、見てなんかもう、いやもうこいつはすげえわみたいな選手だった。やっぱソヨン、チーソヨンはうまかった。もうそれを振るとやっぱりね、すごいよね、ポジション取りもだし、なんかパスの精度とか、なんだろうね、本当にすごい。見てる人も多分分かると思うけど、異次元じゃない。うん、マジですごいって思う。なだってチェルシーの10番やで。ねねえよ、ほんとだよ、200試合だよ。かっこよすぎでしょ。代表200試合すごいよ、代表で。同い年だから、うちらはねえ、ゆいか、うちらは同い年だから。そうそうそう、90年生一緒に住んでたじゃん。あ、一緒に住んそれだ。すごい選手だし、すごい選手とやってたよね、本当に。身近で 知ってるっていうのはさ、日本でやってたんだよ、あの選手が。ってぐらいだよね、本当そう、ね。うん。あとは、そういうの他にはおらんかった。対戦相手か。うん、でも、なんか、中国のワンシャンシャン、11番。ワンシャンシャン、すごいよね。なんだろう。なんかね、気持ちやっぱさ、持ってるっていうかさ、うんうん、日本もやっぱワンシャンシャンに決められちゃったし、なんか気持ちの強さとか勝負強さっていうのはやっぱ、うん、過去の試合とかでも見てて思うけど、持ってんなって思ったな。あれ中国はさ、なんかさ、なんていうの、一体感なのかさ、粘り強さなのか気持ちなのか分かんないけどさ、うん、すごいよね、なんか、うん、いや、勢いがすごいっていうか、何なんだろう、あれ。まあでも気持ちもそうだけど、戦術もそうだけどさ、個の能力高いじゃん、なんかやっぱスピードがあってさ、うん、とにかく前みたいな、うん、でなんかこぼれるボールが中国の方にみたいな、うんうんうん、なんかすごい、はいはい、なんかそれ今直子がさ、こぼれるって言ったやん、うん、でもそういうのもさ、なんかさ、なんていう、昔のさ、なでしこじゃないけどさ、の人たちのさ、なんていう、その粘り強さとかさ、この勝負強さとかさ、そういうのもさ、あったと思うね。でさ、それがさ、今の中国にもちょっと見えるっていうかさ、うちも同じこと思ってた。うんうんうん、なでしこっぽい。うん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 。
だからそれそういうのがなんか勝てるチームなんかなっていうの、うんうん、うまいとかじゃなくて、うん、なんかもう気持ちもあってなんかもうそれが前面に現れててみたいな。もちろん強さ個人の能力とかもあるけど、でそれがチームとして成り立ってるって感じやんな。うんうん、本当にそう思う。対戦してて、うん、しかもゆいかはさ前のなでしこにもさ参加しててさ、やっぱ、うん、今の選手もそうだ、別に悪いわけじゃなくて今の選手にもある、うん、そういう能力があると思うけど、やっぱそこの凄さを改めて感じるでしょ、うん、なんかそうだね。なんかなんだろうな、前の人たちもすごくうまいはうまいけど、なんかさらにその技術のところで今の子たちってさらにこう技術面では上を行ってるっていうか、だけどやっぱ前の方が気持ちの強さだったりとか、なんかその勝負強さっていうか、そういうところはあったなっていうのはすごく思うかな。今の子たちもまあ負けず嫌いな子も多いけど、なんかまたちょっと違う雰囲気っていうか、それはすごく感じる。なんかね、うん、見てる方もさ、なんか洗練されたサッカーをしようとしてるけど、別に全然悪いことない、うん、でも前の選手はがむしゃらさとうまさみたいな、うん、そうだね、綺麗に綺麗にみたいなところはあるかも。はい、どうぞ。ごめん。はい、あさ、もちろんさ今の子たちもちろんうまいねんけど、でもさ、うん、あやさんより結構上手な人いる？あー、いないじゃない。もう百発百中ここに蹴ってくれる子っていうのはいない、いないね。やろ、だからさ、だからセットプレーもそうかも。うん、やっぱセットプレーってマジでかいやん、得点源としては。うん、だからさ、あやさ、なんていう、技術は今の子たちの方が上回ってるって思いきや、絶対あやさんを超える人はまだ出てきてないと思うね。キックの精度とか、うん、頭の良さとか、うんうん、でもこれだからあさ、うん、あのエコ兵器とかじゃなくてマジでみぞおちゃんより上手い人もおらんと思うし。あー、それは確かに。だからなんか今の人と昔の人を比べるとかじゃないけど、でもやっぱその時代の人はすごかったなって思う。うん、うちさ、うちらだから知ってるじゃん、あやさんが天才で上手いっていうのはさみんなが知ってるけど、それを作るための練習をめっちゃしてたじゃん。うちらは一緒にやってるけど、その話で有名じゃん、もう選手会では。どんだけ練習して、どんだけサッカーに向き合って、どんだけのもう命かけてやってきたみたいな、うん、ね、有名じゃん。それをしてるからあれだけできるっていうのを、なんか上手いで、なんかちょっと片付けないでかんってのもあるよね、選手としては。うん、わかる、ね、それ別に今の子もしてると思う。うんうん、でもそれがあって、あのなでしこの強さはあったんだなってやっぱ思うよ。うん、それ熱くなりますね。すごい熱くなっちゃった。ごめん、ゆいかさんの話に戻そう。ほんと戻そう。ごめん、ごめんなさい。熱くなっちゃう、ごめん。なんかインドの話聞きたいよ。アジア大会の話聞きたいよ。いいよ、いいよ、うんうん、じゃあインドのホテルはどうだった？ホテル急に言ってきました。急にホテルはだろう、シルベ、まあまあ全然綺麗、綺麗っちゃ綺麗かな。でも浴槽はなかった。うーん、浴槽欲しい。浴槽欲しかった。ご飯は西さん。ご飯西さんでしょ。あ、そうそうそう、ご飯は西シェフが来てくれて、何人パスタとか朝オムレツとか作ってくれて、食べれるものがあったから全然違かった、ね、いるのといないのとじゃ全然違ったな。お腹多分壊した人もいないって言ってたかな。うーん、うんうん、あ、もう完全にじゃあそのシェフの人が作ったやつだけを食べてたってことだよ。あ、でもそのホテルのやつも出てきて、全然食べたい人はそれを食べてみたいな。うん、でも牛肉はいい
インドはなんか食べないらしくて、牛肉の料理は出てこなかったんだけど、だから豚肉とかラム肉とかそういう系が出てた。うん、じゃあインド料理ってやつは別に食べてない？あー、なんかバターチキンカレーとか出てて、それは美味しかった。美味しそう。いいな、本場やな、これ。インド。美味しかった。美味しそう、美味しそう。あと、はい。隔離とかどうやった？インド行ってからも隔離した？いや、インド行ってからは隔離なくて、もう着いた次の日からかな、グラウンド行ってトレーニングしてっていう感じだったから、あっちでは隔離はなかった。日本ではあったんや。そう、日本では帰ってきてから1週間ホテルの隔離があって、でもう1週間後からは普通に生活していいよっていう感じで。あー、1週間もホテルにおったんや。そう、まあ、でもなんか今回はそのスポーツ庁とサッカー協会が話し合ってくれて、ホテルと夢フィールド、千葉の幕張にあるグランド、そこの行き来は OK 出て、だから全く動けなかったわけじゃなくて、ちょっと体は動かすことができて、まあ、ただやっぱりマスクして、タイ人のパスとかはなしとか、そういうルールはあったけど、でも、そうそう、全く動けなかったわけじゃないから、そこは良かったかな。大会と皇后杯とね、リーグ始まるもんね。うん、そうそうそう、ありがたい、ね、そう考えたら、そう、めちゃくちゃありがたかった。もう、じゃあ、はい、アジア大会ラストの質問です。はい。PCR 検査は何回しましたか？もう試合あるごとに2日前ぐらいにはしてたから。試合の2日前？そう、だいたい2日3日前かな、検査してっていう感じだったから、何回だろう、自分らやったのは5回ぐらい。すごい。1ヶ月ぐらい。6回ぐらいやって、大会期間中で5回とかかな。多分インドの空港に着いてすぐとかもやってるし、日本帰ってきてから空港ですぐもやってるし、隔離明けもやる。10はいかないぐらいかな。うん、7、8か。うん。あ、鼻もげてまわな。いや、本当に痛いから。自分にやるやつ。うちはなんかね、ドクターが来てやってくれるの、ホテルに来て。痛いよな、めっちゃ痛いよな。だから加減されなくて、グッってやられるから。めちゃくちゃ痛い。めっちゃ痛い。韓国もめっちゃ痛い。うちらも最近ずっとやってるもんね。やってる。めっちゃ。毎試合？なんか合宿行く前とか結構やってから来てくださいみたいな感じ。そうなんだ。韓国今すごいから。あ、そうなの。17万人、やば。まあ日本も相変わらずだけど、そうだね、身近にコロナ出ちゃうからね。そうだね。まあ、はい、とりあえず、はい、アジア大会の話はこんな感じで、ありがとう。ありがとう。次行きます。次、はい、どうぞお願いします。はい、もう明後日に迫った皇后杯決勝についてです。はい。お、フルスジェフとの対戦、まずは意気込みをどうぞ。まずはね。そうだな、まずそのレッツとしても個人としても皇后杯優勝したことないから、まあしっかりと優勝できるように頑張りたいっていうのと、やっぱりフォワードだから、しっかりチームを勝たせられる得点を自分が決めて、優勝できたら一番いいかなと思います。素晴らしい意気込み、ありがとう。うちはもう絶対、でもうちはほら立場的にレッツもジェフもいたから、どっちを勝つとか言えないけど、うちはもうユイカにゴールを取ってほしい。ほら、うちら直接対決でカップ戦でユイカが移籍してから、カップ戦の決勝でしてるの。
かジェフ勝負してで、ユイカにジェフに残ってほしくてでもレッツに行ったんだよね、うん、気持ちをね、あのいろんなオファーがあった中でも残ってもらってて、でももう今年は行くっていうタイミングでうちは背中を押して行ってこいと言った中で決勝でまさかジェフが勝ったから自分も出たんだけどそれないや本当に自分も優勝嬉しかったんだけど、もう心のユイカとイカダイリサさんがジェフから言って、うん、あの2人がこのジェフに負けたっていうのはもう悔しいだろうなってい う, もう気持ちしかなくて、うん、マジで悔しかったよ、その気持ちの方が強かったよ、うちは自分が優勝したよ、優勝したの、そう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 だってあの時のレッツの方が絶対強いもんそうだね、そうでもほら、それでも何が起こるか分からへんのが境から、だからこそ、うん、ユイカにうちは今年勝って、うわ移籍してよかった、もちろんもう MVP 取ってるから、うん、よかったんだけどさ、やっぱりこれだよって思ってほしい、うちはいないしでもジェフも好きだからちょっと難しいけどね、うん、でもさ、ジェフもさ、もしさ、これ、うん、レッツも、もし勝ったらお互いさ、初優勝ってことやな、そう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 、後輩が、うん、ジェフも優勝したことない、レッツも優勝したことないってことや、皇后杯はあの田中アスナさんに決められて準優勝ですから延長戦これ PK かなと思ったら田中アスナさんに決められて準優勝でしたから家で来る前だよねうん、行く前だねナックファイブな、そうそう確か次の年やってきます2012年そう覚えてます、まあ、そんなことはいいんだよ、ゆいかのそのさ、27歳そうそうそう、そのことは決この皇后杯決勝よ、うちらも見るから、うん、え、本当に、え、映んの日曜日やろ、日曜日休みやからさ、うんうん、本当見る、どうにか見れる、リアルタイムで、うん、リアルタイムで見る、うん、うん、じゃあぜひ応援してもらって、もちろん、ゆいかとあの応援するよ、うんうんじゃあ次の質問、次の質問が、はい、明日のこれまでさ、決勝までこう上がってくるまでに結構さ、うん、ギリギリの戦いだったよ、スコア的に、うん、まあ、伊賀に 1-0、うん、広島に 2-0、セレッソに 1-0、うん、結構さ、もう1点2点差のさ戦いで勝ってきたわけやん、うん、この中で、まあ一番苦戦した相手というか、うわ、ほんま、これ勝ててよかったなみたいな、うち予想してる、今予想してる、予想してる、さすが、さすがウィーリングマスターレッツの試合見てます、全部、まあ、ウィーリングマスターのじゃあ後に置いといて、まあ、ゆいかたん的に、うわ、マジで苦戦したわ、みたいな、はい、一番難しいけど、まあ、伊賀かな、当たったらしいわ、当たった、伊賀そうだよ、はね、伊賀そう、うんうん、ま、なんだろう、皇后杯の初戦っていうのもあったし、うん、なんか伊賀って、ま、なんだろう、なでしこリーグの時から対戦してて、一番なんかリーグ戦でも結構苦戦してるイメージしかなくて、うんうん、そう、皇后杯でもなかなか点取れなくて、正義が最後決めたんだよね、そうそうそう、後半で正義が決めて、うん、でも他にシュートチャンスがあるけど決めれないみたいな感じだったから、本当にその一発が決まって、あとはもう守ってってっていう感じだったから、うん、うん、本当にトーナメント戦の初戦ってすごく難しいのは、まあね、2人も分かってると思うけど、だからそこが一番結構苦戦したかな、なるほど、ウィリングマスター当たりましたね、当たったし、ちょっと申し訳ないけど予想で伊賀が勝つと思ってた、マジで、うん、ちょっと予想した、レッツが伊賀にあんまり相性良くないのも分かったし、うん、その年の前にさ伊賀がさ調子良かったじゃん、うん、勢いがあったなと思ったから、うん、そうだね、うん、リーグも優勝してたしね、そうそうそう、で、監督もさ、ね、変わるタイミングだったし、うん、なんか勢いあるかなと思ってて、ちょっとそういうので、胃が勝つなって思ってたんだけど、やっぱ、レッツ
外しました。よかったわ、そこの予想外れて。ここで勝てたから決勝まで来れたっていうな。うん。そういうこと。セレッソには勝つと思ってた。ちょっとセレッソとかさ、勢いあったじゃん。あの逆もそうだけど、ニーナとか。ジフも勝つなって思ったし。なんか新世代の。まあでもセレッソはね、流れの中でちょっと点が取れなかったのは悔しいけどね。まあでも、なんだろう、すごい危なかったところも特にはなかったから、まあ自分たちもやりながらだけど、まあこれは勝つなっていうのは思ったし、うん、なんとか決勝に進めてよかったよ。よかった。まあ、それでチームの状態はどう？チームの状態。言える範囲に。あ、言える範囲です。うんうん。チームの状態は、なんだろう。なんかさ、結構さ、コンディションも良さそう。時間が空いたやんか、時間が。ああ。今、ゆいか喋ってたよ。そう。ごめんごめん。アジア大会挟んで、うん、なんか結構さ、時間が空いたやん。うん。決勝までに、準決勝から。うん。こういう面でも、なんかチームとして合わす、なんか代表選手はやっぱ抜けてたから、そういうのも。ああ。そうだね。なんかでも、やっぱりずっとやってきてるメンバーだから、ちょっとやれば、なんとなくやっぱり合ってくるから、そう、ちょっと前、1週間前も沖縄キャンプも行ってきて、2部練習とかもしてて、そこで結構ゲーム形式の練習も多かったから、そこで結構すり合わせっていうか、そういうのができたから、そう、まあみんな、なんだろう、大きな怪我もしてないし、それぞれコンディションは、いいと思う。じゃあ万全の状態で決勝に。あと10分になりました。もう、結構あっという間なんだね。よし。もうがね、これな、いつもあっという間やね、うちら。やば。うちらが喋りすぎなだけなんだよ。いや、でも今日、ゆい方に質問したいこといっぱいあんねんね。はい、次行こう。うん。次、次行く。もうこれは絶対聞きたいんだけど。うん。あの安藤梢さんについてお願いします。あ、39歳のアンさん、あんねーは今年で40歳、あんねー、あんねーは、あんねー、あんねーって呼んでます。あんねーは、あんねーは、なんだろう、なんか本当にいてくれるだけでなんかチームが締まるっていうか、なんだろう、もう存在自体がなんかもう神っていうか、チームの中で下の子もなんだろう、その姉のプレー見て自分もこうなりたいとか思って直接話しに行って直接指導受けたりとかもしてるし、でそれに対しても本当にすごく優しく丁寧にあの教えてくれて、で走りとかすごいスプリントとかさ、すごいなんだろう、自分でもやってた人だから、そのやり方とか若い子にも教えたりとかしてて、本当になんかなんだろう、本当にすごいなって思う。自分があの年になってあそこまで動けるかって言ったら絶対そんなことないし、なんか今はなんだろう、去年までトップとかトップ下とかやってたのに怪我人出てボランチやって違うポジションでもこなしちゃうし、どこのポジションをやってもなんかしっかりと安寧なプレーが出るっていうのはさすがのポテンシャルだなと思う。素晴らしい。アスナもフランクと一緒にやってるしね。そう、うちもレッツで一緒にやってるからさ、マジですごいよな。身近で感じてるからね、うちらはね。ほんま。普段はめちゃくちゃ天然で可愛いんだけどね。それサッカーになるとすごいよな。一気にね、そう変わるから、そのギャップもまたすごいよね。それ、ほんまに。言葉を発するじゃなくて、本当にプレーで見せる人じゃない。決してなんかさ、この人に なんか顔しろ、足ろみたいに言わないじゃん。もうなんか本当に自分のことをしっかりやって背中で見せてみたいな。そうなる。ほんまにすごい。あと、アンさんは、ご飯の食べる量がすごい。知ってる？知ってる？ああ、いじられてんのは知ってる？そうかな。
く食べねえで。嘘。マジですごいね。マジで。マジ。もう何に前にしてみたことなかった。今度あの遠征とか、うん、一緒に食べるときあったらちょっとアンさんに注目してみて。うん、うん、分かった。注目するわ。すごい食べるから。次行こう。次。いいとこ。ごめんごめんごめん。次行きます。じゃあアンさんの素晴らしい存在について語ってくれてありがとう。これ一番だったんだよ、ゆいか。これ一番聞きたかったんだよ、これ。さすが。聞きたかった。ゆいについてね。次。あ、でもさ、質問タイムもさ、そろそろしなあかんけど。そう、でも B リーグについてもちょっと聞きたい、やっぱ。B リーグ後半戦に向けても聞きたいから、だって今さ、アイナクとは勝ち点9差やんか。うん、でもさ、まだやっぱ後半戦あるから、2位のベガルタとは勝ち点1試合やな。うんうん。十分逆転っていうかさ、もうアイナックを逆転できる可能性はあるわけよ。うん。だから優勝、その逆転優勝するためにはどうする？どんな感じで？どんな意気込み？どうする？まあもちろん後半戦は全勝する気持ちっていうか、まあ、全勝しないと、もちろんその逆転勝利っていうのはできないから、まあその試合に勝つために、まあ、やっぱり、まあ、自分自身はフォワードだから点を決めなきゃいけないし、逆に言ったら点を取らせない守備も前線もやっぱり守備はしなきゃいけないから、まあ、そういうところはやっていきたいなっていうふうには思うのと、やっぱりアイナックをどっかが倒してくれれば自分らも優勝するチャンスはまだまだあるから、そうだね、まあ、自分らが勝つことはもちろんだし、他のチームにもちょっと頑張ってもらってで、まあ、最終的には自分たちが優勝できてたらいいなっていうふうに思います。はい、はい、どうぞ。うちはゆいかに初代得点王に取ってほしい。あー、得点王ね、うん、そうだね、そこにはこだわってると思うから、ね、うん、ね、うんうん、一番似合うよ。はい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 、質問やねんけど、ゆいかたんはさ、やっぱさ、フォワードやからさ、点取るって感じやけどさ、もう対戦してて、うん、こいつ嫌やなってディフェンスいる？ディフェンス、うん、なんかさ、もう、すごいなみたいな。すごいなぁか、ほらなんかセットプレーとかやってる時に自分、高瀬が結構自分についてくるのね。中のセットプレーの守備は嫌だ。あ、腕の使い方ね。すごいよな。腕の使い方。もう動け。あそこでゾーンに入っちゃったら動け。マジですごい。すごいよね。そう。すごいよ。うん、なんかマークに使えてから、もう本当に嫌だって思う。わかる。タカの凄さも伝えたいけどさ、タカの凄さも伝えたいんだけど、うん、今日はユカタンの凄さを伝えたい。ありがとう。はい、ユカタンの特徴言っていいですか？はい。最後に。まず得点力。あ、はいはい、これ箇条書きなって聞いてて。箇条書き。いくで。得点力。ヘディング。胸トラ。ポストプレー。やねんけど、一番自信のあるポイントは、自分で自信のあるポイントか、でもみんなからも言われるのは胸トラかな。言うと思った。イエーイ。胸トラのさ、あのさ、高さが半端ないねん。そのボール胸トラすんの？できんの？わかる。なんか自分の中では全然普通なんだよね、高さ的に。すごいよ。チームメイトにって思うけど、なんか困ったらとりあえず出しとけばいいんだよ、ゆいかにはって思えるから、わかる、うちとしては、チームメイトとしては。すごい。うん、だからキープ範囲が広いっていうの。わかる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 。これマジで助かる、チームメイトとしては、本当に。ありがとうございます。うちのことありがとうございます。てかさ、質問コーナー行かなあかんのじゃん、もう。質問コーナー。もういいよ、質問コーナー。
いい朝まだ質問したい、まだ質問したい。朝の質問いいよ、朝どうぞ。いい、もうあのこの辺でもうサッカーの話はまだまだ聞きたいけど、とりあえずあの、うん、プライベートの話聞きたいんやんか、そんな。まずモーニングルーティーンについてはいいけど。これせな一日始まらんわみたいなさ、なんかさルーティーンみたいなある。正直ないんだよね、そのルーティーンは。はい、例えばさ、ほらコーヒー飲まない、やっぱ朝は始まらんやろとか、そういう感じ。え、マジでないの、モーニングルーティーンが。ないんや、ないんや、ないんや。わかったわかった、言っちゃいよ。じゃあいいよ。何？次。はい。じゃあ、オフの日の過ごし方、インドア派、アウトドア派？インドア派。インドア派、じゃあ家の中で何する？家の中でネットフリックス見たりとか、YouTube 見たりとかが多いかな。じゃあネットフリックス今何見る？今？最近見たやつよ、面白かったやつ。やばい、最近か。うわラスト1分でこんな質問やめたらすな。ネットフリックス、違うのにしよう。違うのにする、分かった。じゃあ好きな場所、切れちゃうの？好きな場所は、好きな場所。好きな場所、あの縁起っていううどん屋さん。え、何それ何それ、美味しいうどん屋さんがあるの、レッツランドの近くに。写真撮るよ。マジ行きたい。行くよ。はい、友達できる方は写真写ってください。こんな感じだから言うか、ないよその行くよ。はい、あ、いいですね、ありがとうございます。行きます。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。いきますか。はい、ありがとうございます。勝手に切れちゃうからそれまで話していいよ。ありがとうございます。あ、そうなんだ。あと1分くらいから。ありがとうございます。逆になんか質問ありますか？はい、ほんま質問ありますか？やっと、はい、ない、ない、ない、ね、それくらい。旅行好き、好きだけど、あの行く機会があんまりない。え、行きたい、行くには韓国？あ、韓国行きたい。え、韓国料理好き？え、好き。絶対来て。え、何が好き？韓国。案内して。OK。案内する。やった。